こんにちは、お久しぶりです。本日は明智光秀ゆかりの国生寺門前で帰郷の里に来ました。でこちらでしたら紫と白の帰郷が咲いてます。約5万株くらい咲いてますね。それでは入ってみましょうか。大家好，那我们今天来到跟明治广寿有关的古姓氏前面的 Kikyo no Sato 桔梗之乡。那这里的话呢，大概有50000株紫色和白色所交织而成的桔梗。Kikyo ね。でも帰郷といえばやっぱ安倍生命のそういうイメージが強いかな。那说到桔梗的话呢，其实应该是安倍晴明的，应该会想到安倍晴明的人比较多。那目前的话呢，还有一些还没有开放。今は大体、まあ半分ぐらい咲いてるんですね。なんか帰郷より紫陽花の方が綺麗ね。今の季節、紫陽花も咲いてますね。あ、紫陽花の方が綺麗な。おお、なんか飛んだ。那这里的话呢，除了桔梗之外，也有紫阳花、绣球花可以看。こんな感じです。で、あとで、国生寺にも行ってみようか。はい。それでは、ゆっくりご覧ください。好、那、桔梗之乡的话呢、大概就是像这个样子。大家可以来这边欣赏桔梗。然后也可以顺路去、隔壁的古姓寺参观看看。因为明年的大和剧呢，就是明治光秀为主角所拍摄的大和剧《麒麟が来る》，麒麟降临。好，那就大家慢慢欣赏吧。に、そちらの方が咲いてる。そこの方が綺麗。で、2020年のタイガードラマ麒麟が来るの主人公は明智光秀なので、この後もこの近くの国生寺に見に行こうか。ん？豆食べれんの？そこの方が綺麗。豆いっぱい、怖い。豆怖い。なんで豆こんなにいっぱいなの？ここでいい、ここで写真撮る。
豆怖い。I could dry out in the sun for you. Follow the deep dark ocean down. For you, I'd build the biggest kite and spend all of my time giggling. Daydreaming is my new middle name. This is not a game for me.手つきは国生寺に行けました。国生寺でしたら三井寺寺でも呼ばれてます。那我们接下来的话呢来到古姓寺。那古姓寺呢它还有另外一个名称，就是光秀寺，代表就是它跟明治光秀是一个很有缘分的寺庙。国生寺でしたら明治光秀ゆかりのお寺です。で門前でしたら結構綺麗な紫陽花が咲いてますね。満開の状態で綺麗に咲いてます。那古姓寺门前的话呢大家可以看到它目前紫阳花绣球花开得非常非常的漂亮，满开的状态看起来一球一球的很可爱。あ、ここから入る。ここね。光秀ゆかりの国生寺。那这里的话呢就是跟明治光秀有渊源的古姓寺。那大家可以在参观完 Kikyo no Sato 桔梗之乡之后呢来这里逛一逛。皆様も Kikyo no Sato に Kikyo no Sato 終わってからここにも来て見てもいいですよ。それでは入りました。こちらは国生寺です。で入ってから光秀の首塚ございます。那进来以后呢这里就是可以看到明治光秀的手冢。これは首はここに埋まってるということっていうこと。那这个的话呢就是代表明治光秀的手机被埋葬在这里。首いつかね。この人の家。入って右側は光秀の首塚で右側は明治これどうやって読むの山門山門これかな。うん、で中にも少し桔梗が咲いてます。これですね。中にも少し桔梗が咲いてます。あで今の桔梗の里が開放してる間にこちらも明治光秀の少し展覧会がやってるみたいんです。はい、それではごゆっくりご覧ください。